はい、小6英語です。こんばんは、こんにちは、あ、こんばんはね。はい、今日はですね、新しく一般動詞というのに入ってきました。今までは、はい、例えばね、私は何々ですね、なんて言ったりするとき、I am、まあ、Tom、ね、私は Tom です、なんて言うんで、I am Tom とか、あなたは学生です、生徒です、なんて言うんで、You are a student、ね、また、これはペンですとかっていうことでね、This is a pen、なんていうことで、はい、主語、ね、主語っていうのはこの I、ね、私はとか、あなたはとか、これはね、これ主語と言いますね。はい、主語の後に、はい、am とかね、is とか are っていうのを使った文章っていうのを勉強してきたわけですよね。はい、でこの am とか is とか are のことをね、まあ、ひっくるめて be 動詞なんて言ったりするんですけどもね。はい、今日はこの今までのこの be 動詞を使った文章ではなく、はい、一般動詞というのを使った文章ね、これを勉強していこうということだったんですね。はい、まあ、ただ、まあ、出てはきますよ、ね、この am is are 出てはきますけれども、新たな、ね、テーマとしましては一般動詞というのが、まあ、話題ですよということでございました。はい、そこでじゃあ早速ですが例文言ってみましょう、ね。I have a new car、ね、I と来ましたら今まではね、もうなんかもう I と来たらもう am なんてね、もう自動的にというかね、まあ、はい、入れてた人も多いかとは思うんですが、はい、今日は I の後が am じゃなくて have という言葉が来ていますね。はい、ですから今まではそんなわけでね、 be 動詞というものをね、使ってきた文章ね、 am とか are とか is というのを使ってきてたんですが、そうではなく一般動詞、はい、今日は have なんていうのを紹介していきます。はい、でこの have っていうのがですね、はい、どんな意味を持つのかというと、持っているね、持っているという意味があるんです。はい、ですので I have ね、だから私は持ってるんですよ。はい、じゃあ何を持ってるのっていうのが後に書いてあるね。はい、そうしますと a new camera ね、カメラはカメラでいいな、うん。はい、でこのカメラにね、さらにね、はい、こんな new なんていう言葉もついてきました。ニューっていうのは知ってます？まあ、聞いたことはありますわな。はい、ニューね、新しいね、新しいでした。はい、ですから I have a new camera でなんていう風に書いて、私は新しいカメラを持っていますね、なんていうような意味になったんだということでした。どうでしょうね、have なんていう言葉、新しく覚えてください。持っているというような意味であります。はい、そしたらその次ね、 This is the camera ね、まあ、また今までのね、 This is 出てますね。はい、 This is で、これは何々ですですよね。これはで、 This で、これは This に何々ですね。まあ、いわゆる be 動詞なんていう言葉も今日はちょっと紹介というかね、使ってはいきますし、まあ、今後も多分言葉としては出てくると思うんで覚えておいてください。 be 動詞、 am とか is とか are ね、 be 動詞と言います。はい、This is ですね、is ね、be 動詞、大体ですぐらいの意味でした。はい、ですから This is the camera、 じゃあこれは何々です、はい、じゃあこれは何なんでしょうってことなんですね。で、今まではって言ったら変だけど、 This is a camera ってなんか書いてきましたよね。これはカメラですなんていう時ね、 This is a camera、 あじゃないんだね、これね、 the と読みます。 the、 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 ね、the と読むんだけど、はい、この the っていうのがね、また今日新しくね、紹介したい言葉で、前に出たものを指してそのなんていう風な意味で取っていくんですね。はい、ですからここではね、直前で私はね、新しいカメラ持ってるぜって言ってるわけですよ。あ、そしてこれが、はい、そのカメラですなんていうことで、前に話題として上っていた新しいカメラのことを指してそのなんていう意味になってる。これがこの the の意味なんですよね。はい、ですので This is a camera ね、これは、あ、これがそのカメラですね。私は新しいカメラ持ってるぜ、これがそのカメラなんだよってね、いうような配慮なんだ。そしてそんなこと言われたもんだから、相手が You have a good camera ね、はい、また have が出てきました。はい、持っている、ね、意味としては一緒ですね。はい、主語が you に
変わりましたね。はい、I 私だったのが You あなた、まあ、これは同じ、まあ、今まで通りですね。はい、ですので I じゃなくて You になっただけですから、あなたは何々を持っていますとなればいいわけだ。じゃああなたは何持ってんだろう。はい、A good camera、ね、カメラはカメラでいいけれど、はい、good なんていう言葉が、はい、また出てきましたね。はい、good、 はい、これは良いなんていう意味だね。はい、ですからね、まあ自慢ってわけじゃねえけどね、うわ新しいカメラ持ってるぜ、これがそのカメラなんだぜなんて言ったもんだから、はい、あなたは良いカメラを持っていますねぐらいなことでね、言ったんだね。あんたいいカメラ持ってるね、ね、そんなこと言われたもんだから、はい、Thank you なんていうことで、ありがとうね、なんていうふうなね流れになってきたということでございました。どうでしょう、今日はハブなんていうね、一般動詞というものを紹介してきました。で、今まではね、アイと来たらもうアーム、アイアムなんとか、もうユーと来たらアーで、ディスと来たらイエスなんていう風にね、もう勝手にってわけじゃないけど繋げてたと思うんですが、これからはちょっとね、違ったね、B 動詞以外のお言葉ね、次回、そのまた次とね、また一つずつかな、紹介していきたいと思いますので、今日はとにかくこのハブっていうのを覚えてもらってね、持ってるっていう意味なんだね、ね、いうふうに覚えておいてくださいということでした。はい、ということで本日のテキスト44-45ページ一般動詞に入ってきました。ね、また次回お楽しみにということです。ではまた。